久保さん。今回影響力の影にしましょうか。影。どんな影を持ってるかっていうね。まあ、あの、久保さん。今ね、ちょっと時代が変わり始めてるんですよ。あの、オンデーズっていうね。まあ、これ結構その、発信、あの、えっ、ー、と、フィッシュ、フチョーフェニックスとか。まあ、この本も結構売れたと思うんですけど。あの、結構その、YouTube 出てて、僕オンデーズの、 社長さん結構話好きなんですよ。で、このえ、オンデーズっていう会社は、その潰れかけたメガネ屋さんを、その20何歳で買って、で、そっから今、今じゃあ世界に400店舗なのかなうん。で、このオンデーズのね、入社採用、なんと、フォロワーが1万人以上いると、あの、 最終面接、全部、全部カットされて、いきなり最終面接みたいな <laughs>。で、そこでいきなり最終面接で、まあ、どういうふうにその SNS でこう発信しているのかっていうところで、あのー、なんかそういうのいろいろフィアリングされるみたいですよ。今はまあ、そのオンデーズさんのね、そのうん、突然ですが、オンデーズのインフルエンサーになってくれる方を募集します。もうなんか、社員じゃなくて、インフルエンサーになってくれる方を募集しますみたいな <laughs>。 で、ま、ああの、なんだ。この発信力っていうのが、企業さんがね、求めてる。要は、ま、あ1万人、例えばですよ。フォロワー数が1万人います。じゃあ、フォロワー数が1万人いて、ま、あちゃんと発信してるっていう人が、社員がね、30人いたらどうすか ?30 万人ですね。これ100人いたらどうすか ?100 万人ですね。どうすか <laughs> フォロワー,ー数1万人を抱えてる社員を100人雇ったとするならもう100万人アプローチですよね。うん。でもですよ。でも、うーん。その SNS で発信力がない人を100人採用しても、店舗に立たせても、店舗に立たせても影響力ってどれくらいですかね。<laughs> だからまあ結構ね時代がちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなっていう。結局その企業さん何やってるかっていうと、まあ就職って企業に就職する。じゃあ企業さんって何やってるんですか企業さん何やってるんですか自社の商品サービスを売って売り上げを上げてますよね。もちろんその、うんその研究室とか、 なんかそういうとこはちょっと違うと思うんですよ。薬を開発する会社とかね。まあそういうとこはでも薬を開発してもその薬を売り込んでいかないといけないんで、結局なんかその開発しても開発した商品売ってかないとあれですから、まあ結局その企業さん何やってるかっていうと広告出してるんですよね。自社の会社の商品サービスを広告出してるんですよ。でその広告費バカ高いんですよ。テレビ CM とかクソ高いですよね。だから例えばそのテレビ CM、 一本何億円作るより、え、じゃあ、このインフルエンサーで影響力ある社員雇った方がいいんじゃないみたいな <laughs>。<laughs> 発信力もあるし、働いてくれるし、ね、だ今までの雇用にプラスアルファですよね。要はその、もしその雇用、まあ、全員インフルエンサーを雇ってるとするならば、なんだろうな。 うん、今までの雇用っていうのは、うん、教育そもそもして、例えばその店舗に立つんだったら店舗に立って、その立ち振る舞いですよね。お客さんへのアプローチとか、なんかそういうのを学んだら研修したりとか、そこに時間とコストをか,か,かけたりとかして、時間とコストを、研修っていうそのコストをかけて、さらに固定費っていうコストもかかる。だけど、入った瞬間に、はい、もう、あの、なんだ。 1>, あの1万人以上アプローチできますみたいな <laughs>。もうかなりいろんな面でコスト削減できますよね。うん。そう。だからなんだろうな。あの企業さんもやっぱ今後その時代が変わるにつれてどういう人を採用するべきなのかどういう人を採用した方がこの時代に合っているのかっていうのが どどんんん変わってくるんじゃなないいかなと思いますだって本質は自社の商品をどう売るかなんで自社の商品サービスをどう広めるかなんでまあほとんどね会社ってそんなもんですから <laughs> だからまあ、まあ、本質に,にこう近づいてきてるんじゃないかなと思いますねこ,れこのオンデーズさんの取り組みっていうのはすごい面白いなと思いますね もう面白いなっていうか、まあ、これからこうなるんじゃないかなと。あと、久保さん、あの、インフレ、オンデーズのインフルエンサー手当てっていうのがあって、基本給プラス5万円。もうすぐプラス5万円があるらしいっすよ。<laughs> で、学歴や不問らしいです。学歴や不問で、Twitter、インスタ、TikTok、YouTube などのお持ちの SNS アカウントに一つに対してフォロワー数が1万人以上の方と。これオンデーズ、これオンデーズよ。<laughs> 僕一応、インスタ、 インスタフォロワーは1万人以上いるんで。久 <laughs> 保さん YouTube1 万人いますからね。オンデーズいけんじゃないですか。うん。そう。はい。だからあの、先行フローですね。1万人いると、エントリーと会社説明会と書類選考と一時面接筆記試験がない。これ免除です。1万人いると。<laughs> いきなりステップ5の最終面接。いきなり最終面接っていうね。 うん。はい。これすごくないですかこれ筆記試験もないんですよ。<laughs> ありがたいですね <laughs>。ありがたいな、これちょっと。そう、学、年齢、学歴、不問ですからね。本当に不問なのかっていうね。まあでも、フォロワー数1万人以上いれば、まあ、年齢関係ないっちゃ関係ないですからね、うんこ。こういうのありがたいですね。これ、オンデーズの会社に受けてみたみたいなね。 発信力とセンスを生かして世の中に新しい価値を生み出すと。いいっすね。僕、オンデーズの社長さん結構好きなんで。うん。そう。まあ。なんか、もし、もし僕が、あの、飯食えなかったら、オンデーズに就職するかもしれないですね。<laughs> まあ、就職したくはないので、あれですけど。これ面白いですよね。でも、オンデーズに面接。だ、YouTube のネタとして <laughs>。 オンデーズにこの、あのー、エントリーしてみたみたいな。め、面接したくて行きましたみたいな。<laughs> うん。まあでも僕の場合は発信がね、情報ビジネスっていうところの、まあインスタは全くそれ出してないので、どうなんだろうな。うん。そう。うん。そう。でもまあ、 企業が求めてるものって何だと思います企業が求めてるものって自社の商品を売ることですよ。広めることですよ。もう本当に極限にシンプルに言ってしまうと。もちろんその会社を回すための部署があって、その部署の、えー、例えば、えー、人事とかね、労務とか、なんかまあまあそういう、そういうところもありますので、 それはあるんだけども、結局その人事とかロームとかそういうその内部的な仕事をしている人たちの給料を払うためには自社の商品を売っていかないといけないわけですよね。結論。<laughs> だから結局その自社の商品が売れなかったら、そのね、内部的なその事務処理をしている人たちの給料すら払えないわけですから。うーん だから一般企業はそこを求めてるわけですよ。ただ国家公務員とかはちょっと別ですけどね。国家公務員とか国がお金を払ってるところのところはまあちょっと別枠ですけど、ね、消防士とか、まあ市役所で働くとか、なんか公務員はちょっと別枠だと思いますけど、一般企業だったら全部そうですからね。だからまあ単純にまあ僕も面接しに行くことはないですけど、あなたの会社の商品こんだけ売りますよっていう、 面接がす、でいいんじゃないかなっていう <laughs>。うん。まあ、その会社の就職の、えー、採用してる要望がね、まあ、そ、そこ、今回はそこではなく、その内部の、その、事務担当が欲しいんですっていうことだったら、ちょっと微妙な部分はありますけども、ただ、まあ、求めてるのはそこなんで、売り上げ3倍にしますって、マジっすかみたいな話じゃないですか。売り上げ3倍にしてくれるんだと全然入ってくれた話で。<laughs> ね久保さんも麻雀店の売り上げをね、いや今、今、久保さんの麻雀店、売り上げ厳しいと思うんで、僕入社したら、あの、まあ、最低でも3倍にしますよ、と。で、最低3倍にしたら給料ください、みたいな。え、いいよ、みたいな。で、給、あの、売り上げ3倍にし、できなかったら、あの、給料いらないんであ。あの、とりあえず、とりあえず、お試しで採用してみてください、と。売り上げ上げるんで、と。 で、売り上げ上げる策は、これとこれとこれとこれで、一応こういう分析してきて、ここが足りてない、ここが足りてない、ここが足りてない。で、ここをやっていく。で、ここを、あの、なんだ、ツイッターとか SNS 使ってこういう風うにやっていくと、こうやっていくと。今、あの従業員の方でこういうインターネット周りってやられてる方いますっていう。うん。みたいなね。<laughs> もう、採用するしかないですよね。<laughs> お試しでとりあえず使ってください、みたいなね。そう。 あの、か、あの、多分会社的にめんどくさいと思うんで、あの、め、し、し、資料とかいらないんでと。そう。<laughs> あ、あな、なんか法的に必要であるならば、その、その、なんとか、あの、誓約書も書きますよと。ンコもしますみたいな。あの、売り上げを2倍に上げられなかった場合は、給料は、あの、払わないという契約っていう、いう、その印鑑にも押してもいいですよみたいな。 多分受かるで受かり、受かるね。中小企業とかなんか、マジでってなると思いますけどね。だって、人材に対してのコスト結構きついですからね、やっぱ。だってその人を結局、なんで面接採用、面接でこう、え、そもそも面接があって人を選ぶのかっていうと、その人を雇用して、ちゃんと会社の売り上げになるかならないか、会社のために稼働するかどうかっていうところをただ見てるだけなんですよ。 もうこれも面接の本質ですよね。なぜ人を選ぶのかって話で。え、なんで人を選ぶんですかわざわざ。面接して。それは、お金払って雇用するわけですから、そのこ用、それの費用対効果が合うか合わないかっていうのを、ジャッジメント先にある程度見たいってことですよね。単中に。うん。 だからね、これはやっぱね、僕ビジネスやっててよかったなと思うのが、まあ面接することはないですけど、じゃあ企業さんが求めてるものって何なんだろうっていう。なんか昔はね、就職、その昔ビジネスを勉強してなかった時は、要はどうやったら就職受かるかみたいな話なんですよ。多分ね、これ本当ビジネス勉強してないと、どうやったらその会社に受かるかっていう考え方しかしてないと思うんですよ。じゃなくて、 どうやったらその会社の売り上げに貢献できるのかっていうのを考えて戦略を練ったりとか、その会社のかけてるところとかね、あの資産表とか全部見たりとか、あと商品サービス、あと宣伝とか CM とかやり方とか全部見て、売り上げがかけてる。で、求めてるものとかのリサーチした上で、じゃあそこに提案していくっていう。だからこれはビジネスをやっているからこそ、そういう視点で物事を見て、まあ面接に、まあもう面接行くことはないとは思いますけど、 なんかそういうアプローチが多分できると思いますね。うん。やっぱ自分でビジネスするっていうのはね、非常にいいと思いますよ。まあこれからは本当にね、影響力だと思うんで、うん。まあ企業を求めてるのはそこですから。うん。まあ僕はその YouTube に関しては僕は商品売ってるので、まあその、ある一定の影響力でいいかなと思ったんですけど、 その、インスタグラムは、あの、違う影響力を出したかったんで、だから全然インスタグラムは全くネットビジネスの、その、なんだ、色を1ミリも出してないですよね。だ一般向けみたいな。うん。だそっちの、そっちはそれでそういう風にやりましたけど。うん。ね、そのおかげで、その、なんだ。 僕、インスタグラムで、その、企業案件、時計、時計時計が6、6 5個ぐらいか。時計5個ぐらいもらって、まあ、インスタで、ま、あのし、あの、なんだ、紹介してくれませんかって。あとはなんか、スピーカーももらったかなスピーカーももらいましたね。そう、スピーカーもちょっと宣伝してくれませんかみたいな。なんか。うん。 いってらっしゃい。